熊谷咲は、北海道札幌市南区マコマ内出身の女子サッカー選手。時は木学園高等学校出身。バイエルンミュンヘン所属。サッカー、日本女子代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。メディア活動においては、ベンヌ所属。ナデシコケア代表理事。1990年、北海道札幌市に生まれる。 兄の影響で、その練習や試合について行ったことから、小学校よりサッカーを始める。小学3年生の時に、スポーツクラブで、本格的にサッカーを始めたが、そのクラブでも女子は数とだったという。札幌市立まこまない南小学校を卒業後、札幌市立まこまない中学校へ進学。中学卒業後に親元を離れ、 宮城県仙台市の常番尾学園高校に入学した。時は木学園高等学校サッカー部時代は1年からレギュラーの座をつかみ、3年時には首相として全日本女子ユース3連覇を果たすなど様々なタイトルを獲得した。同級生にロンドンオリンピックバドミントン日本代表の佐藤さえ、校がいる。サッカーのみならず勉学にも秀でており、同校には 主席で入学、成績最上位者の特別クラスに在籍した。恩師の安倍義治監督は、サッカーをやっていなければ、東大に行っていたと証言しているが、本人は、東大は言い過ぎと否定している。浦和レッズレディース2009年、浦和レッドダイヤモンズレディースに加入。加入初年度は主に、ボランチとして全試合に出場し、クラブのリーグ優勝に貢献した。 同年、筑波大学に進学。1FFC フランクフルト2011年7月、FIFA ワールドカップドイツ大会終了後に、女子、ブンデスリーガの 1FFC フランクフルトに移籍した。この移籍に際して、技術的にも、精神的にも、体力的にも課題がある。ドイツで、レベルアップしたいとコメントしている。 10月2日のバートノイエン・アール戦で移籍後初ゴールを決めた。オリンピックリオン2013年6月10日、フランス女子一部のオリンピックリオンに移籍した。2015から16シーズンでは UEFA 女子チャンピオンズリーグ決勝で VFL ボルフスブルクを下し、リオンの4期ぶり3度目の優勝に貢献した。熊谷はこの試合の最優秀選手に選ばれた。 リオンはこのシーズンに国内リーグ、国内カップ、女子 CL の3冠を達成した。2017年5月、リオンとの契約を2020年6月までの3年間延長したと発表した。2016から17シーズン、UEFA 女子、チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンを下し、リオンの同大会2連覇に貢献した。 リオンは2期連続の欧州三冠を達成した。2019から20シーズン UEFA 女子チャンピオンズリーグ決勝の VFL ボルフスブルク戦に先発出場し前半43分にミドルシュートで得点した。これにより男女合わせてチャンピオンズリーグ決勝で得点を決めた初の日本人選手となった。FC バイエルン・ミュンヘ編ン2021年5月12日 ドイツ、女子サッカー、ブンデスリーガの FC バイエルン・ミュンヘンと2年契約を結び、2021から22シーズンから移籍することが発表され、8年ぶりにドイツに復帰する。2008年3月、高校2年生の時に代表初選出された。2010年は、首相として U-20 女子ワールドカップに出場するとともに、 なでしこジャパンの主力としても定着。東アジア選手権、アジア競技大会の全試合にセンターバックとして出場し、優勝に貢献した。2011女子ワールドカップでの熊谷2011年の女子ワールドカップドイツ大会でもセンターバックのレギュラーとして全試合フル出場。アメリカとの決勝では、PK 戦で4人目のキッカーを務め、 優勝を決める PK を成功させた。同年7月、彩りの国功労賞を受賞。同年8月、なでしこジャパンが団体として、国民栄誉賞を受賞した。同年12月21日、宮城県庁の村井義博知事を訪れ、宮城県特別表彰を受けた際、私たちの試合で、勇気をもらったと言われたのが嬉しかったと述べた。翌22日は、 サメシマアヤや大木美正樹など、なでしこジャパンの同僚とともに、東日本大震災の被災地小学校の一つである、東松島市の山本西小学校を訪問し、サッカー教室などで、同校児童たちと交流した。ロンドンオリンピックでは、全試合に出場し、銀メダルを獲得に貢献した。2016年、リオデジャネイロオリンピックのサッカー女子、 アジア最終予選の日本代表メンバーに選出されたが、チームは予選3位となり五輪出場権を逃した。2017年1月、監督の高倉麻子により、なでしこジャパンの新首相に任命された。ありがとうございます。